いつもと軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえこれはまずいな。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。わらわが参ったぞ。君たち撃ち越されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘、父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。光秀殿のもとへ向かってもらえますか。ご案内します。了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。倒れはしない。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。敵将撃ち取った。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。さあ次は反運長援軍として参った。随分劣勢のようだな。関殿が来てくれたか。うまくやれば加工殿殿を焚きつけられるかもしれない。カウン殿、加工殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。倒れはしない。いや、こうも思い通りにならぬと少し仕置きが必要か。本西軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。行かなくてはいけない。ここは俺が滝に出してやろう。軍神カウン殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いた。よかろう、お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。私こそ真の三国武将。よー、加工殿、助立ちに参った。押されていると聞いたんだ。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りない。そこで見ていろ。撃ち取った。加工殿殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、しっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。カジュー殿のもとへ案内するのがいいだろうな。倒れはしない。倒れはしない。芝生殿、カジュー殿の部隊に助勢してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。
火獣なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。倒れはしない。そうなるよな。めんどくせえけどやるしかないか。やあ火獣、援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たの。決してお前、来たからには手を貸せ。二人は分系の友、息ぴったりにうまく動いてくれるな。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。やっほーとは。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。倒れはしない。ソイン、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。引いてきた。敵の包囲は俺が蹴散る。ソイン、中央を守りきれ。今さら敵の増援とは。体勢はとうに立て直した。行かなくても迎撃し、勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。敵者、娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。この力で皆を守りきる力。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、倒れはしない。倒れはしない。この隠れ現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気よ。姑息な手を使いよるわ。そのまま敵を引きつけろ。各部隊孤立せぬよう注意するんだ。火獣に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるから。倒れはしない。仕方はない。さらば影の炎帝剣山。よっ、待ってました。さすがは感動の旦那。お相手いたす。仲間に任せよ。倒れはしない。無理は禁物。重みを持って敵取り出とならん。倒れはしない。無理は禁物。倒れはしない。燃やしていざ。さあ行かなくては。ここは俺が。倒れはしない。ごめんなさい、突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。倒れはしない。敵将、私こそ真の三国無双。グッハッヨー。倒れはしない。関羽の力などいらぬ。俺たちの力で
この戦に決着をつけるぞ。高校とんばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは、雄三軍とはいえ侮れんな。任務を完遂できないなんてダメだ、ダメすぎる。この状態のナオトラが相手なんてな、まるで手が抜けねえぞ。軍大兵が止められまいぞ。この地を逃すわけにはいきません。諸突です。これはしない。先に出してやろう。光秀殿、鬼戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。ここを抜ければ敵本陣は目前。打ち取った。リナ猛進します。なんか面倒くさそうなのが来た。とっとと片付けるに限る。いつだけ戦った娘リナ、いざ尋常に勝負。あなたを超えてみせます。倒れはしない。こう者も参ろう。勝手にしろ。師匠たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れてよかった。いや、倒れはしない。取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。